おはようございます。ザリガニ親父のワンポイントコミュニケーションです。シリーズで親子の絆についてお話ししてきましたが、今日からですね、話題をチェンジします。ここに来てですね、COVID-19 コロナの問題がですね、収束しそうになってます。結局日本人は相当補給しましたが、結局コロナで亡くなった方は約1000人、インフルエンザが1万人亡くなってますから、インフルエンザの10分の1、しかもですね、平均死亡年齢は 79.5、 80歳なんですよね。ですから皆さん、これからですね、徹底的にマスクをしよう、徹底的に3密しようとするのはいいことですが、極力ですね、皆さんはご自身の体力をつけ、きちっとした食生活をしていればですね、COVID-19 でやられることはありませんから。きちっと数字が示してますし、まあ来年はですね、まあ私の勤めてた会社ですけども、ゼネカとかですね、アメリカの会社で治療薬もできますしね、なんとかいい方向が見えてきたなと思います。今日は皆さんにですね、皆さん若い人でもひどい生活しているとですね、あのお笑い芸人のように亡くなりますから、毎日ですね、以下の3つを心がけるようにお勧めしてます。私は毎朝ですね、6時に起きて1時間駅前公園で早朝太極拳をやり、出かける前にヨガを30分やり、月にまあ2回はですね、空手の道場通ってですね、健康的な生活してます。飲食もですね、朝食は抜きで2食にしてですね、あんまり食べ過ぎない、飲み過ぎないように心がけています。皆さんぜひですね、コロナはまあ風邪のような病気ですから、感染性は強いんで、補菌することはあると思いますので、補菌してもやられないためにはですね、毎日ですね、私がおすすめする3つのことを心がけてください。3つのこと。1つはですね、毎日それなりの運動すること。私の場合は早朝太極拳ですね。飲食、食べ過ぎない、飲み過ぎない。糖尿病とかですね、がんになる人は食べ過ぎ飲み過ぎですから、飲食に気をつけてください。あと3つ目はですね、寝てる時に我々の黄色細胞、白血球と考えてください。バイ菌が入ってきた時、それを食べてくれるマクロファージ、免疫能力が高まりますので、寝てる時ですので、7時間ないしは8時間の睡眠をお取りください。そうすれば皆さん、COVID-19でやられることはないでしょう。今日もお聞きいただいてありがとうございました。